ちゃん、マリーンズが負けたのでイーグルスの2位への確率がまたグッと上がったのよ。頑張って応援しようね、はい、そのためには応援歌が必要です。しなちゃん、はい、かわいいタオルがたくさんあるよ。あ、いっぱいあるわ。なんだいなんだい。あのぬいぐるみもありがとうございます。さあじゃあ呼ぼうかな。そうですね、 OK かな、はい、応援レクチャー教えてくれるのは応援パフォーマーブシャくん。キーボードレフトスタンドでいつも生演奏オンさん。そしてこれから皆さんに歌詞を配ってくれます。一緒に盛り上げてくれるのはさっきダンスパフォーマンスしていたエンジェル。一緒に盛り上げてくれます。いつも可愛い可愛いピンク色クラチーナちゃん、可愛い。さあ現在ステージ前でエンジェルさんが歌詞カードを配布中。欲しい人はアピールアピール、はい、今日いっぱい配ってますからね。もらってくださいね。選手の歌詞が書いてあるので応援ですよ、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、でステージではこのモニター、はい、試合中にはコモビジョンというでっかいビジョンにも映し出されますので、はい、見ながらね、見ながら歌ってください。歌いましょう。さあ、じゃあ君よ、はい、はい、今日勝とう、勝ちましょう、明後日も勝とう、明後日も勝ちましょう、勝ちましょう、よろしく、はい、はいはい、このレクチャー会一番初めにですね、絶対勝つぞイーグルスとスリーコールやっておりますが、もう今日一段と気合を入れていきましょう。これ私叫んだらそれ3回繰り返してください。いきます。それ絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス。皆さん声出していただいて OK ですからね。もうじゃんじゃん出しちゃいましょう。一緒に歌いましょうね。じゃあですね、このスリーコール同じリズムで今日の先発岸投手、ね、2桁勝利してもらいましょう。それ頑張れ頑張れ岸、頑張れ頑張れ岸、頑張れ頑張れ岸、頑張れ頑張れ岸。ありがとうございます。いい声出ております。出てるね。ありがとうございます。はい、さあさあ、それでは、はい、応援歌のご紹介に行く前にですね、前回やったやつやろうか。はい、このホーム戦最終局面でして、はい、今あの先頭打者テーマの代わりに、はい、1番バッター、まあ、小深田選手と仮定してバッターボックス立った時に、はい、あのチャンステーマ戦いの時をやっております。このとっておきのとっておきの場面に使うチャンステーマ、はい、戦いの時、試合中でも本当に、点が入るかっていう佳境の場面でしか使われない曲、はい、これをこの終盤は冒頭でやってるんですよね。もう負けられないから、はい、そう、うわ大事だ。じゃあね、はい、チャンステーマ戦いの時、下から2番目ですね。これを、うん、おそらく1番バッターであろう小深田選手のコールでいいですかね、はいはい、これは小深田選手で、はい、行きましょうか。ここでね、この場でやってみたいと思います。では太鼓後発から行きます。チョコです、うん、ピリッと締まりますね。そうですね、1回の裏スタートするときですね、はいはい、なかなかね、テンポの速いあの、うん、曲になっていますんで、はい、もう最初から皆さんで盛り上がっていきましょう。はい、はい、お願いします。
さて、それでは応援歌のご紹介にね、はい、ちょっと移っていきたいなと思うんですが、はい、まさに、ね、目の前のお客様ありがとうございます。ありがとうございます。岡島武郎選手、おととい決勝タイムリーですね。歌詞カードオレンジのところです。はい、岡島武郎選手です。セッションのリーです。踊れる方はね、ぜひここでも元気、ね、で踊っていただきたいと思います、はい、ではレッツゴー武郎から、そーれレッツゴー、レッツゴー武郎、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 チャンスをつかんで目指す勝利、岡島武郎、俊足強打守り抜いて魂込めて、おー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 、はい、チャンスをつかんで目指す勝利、岡島武郎、いいダンスでございました。今日はサプライズステージに則本選手来てくれたんだけど、やっぱりファンの皆さんの声援って届いてると、はい、力になると言ってたので、うん、皆さん本当に大きな声でファン、選手の皆さんの背中を押していただきたいと思います。お会いしましょう。はい、お願いいたします、はい、さてお次は誰やるか、どうしましょうね。浅村ちゃんってやる、あ、浅村ちゃんっていきますか。浅村ちゃんってやりますか。浅村選手の前奏から一気にチャンステーマに切り替わって、はい、チャンステーマをぶち込むというものだったんですね、はい、これ一昨日のゲームの浅村選手のタイムリーの時もやってたんですね、はい、確かやりましたね、はい、浅村選手、黄色いラインで書かれた選手の前奏、はい、スタンドウェイの部分ですね。ここからチャンステーマワッショイ、ワッショイで、ワッショイ、ワッショイ、都合ワッショイで、都合ワッショイ、この下から3番目に書かれてるやつですね。続けてやりたいと思います、はい、ついてきてくださいね。では前奏太鼓3発から参ります。ランナーいるときね、ね、浅村選手に回ったらやりましょう、入ってほしいですね、やりましょう、はい、と思いますんでね、はい、ぜひね、皆さんの熱い声援よろしくお願いいたします、はい、さて、お次はもうちょい、もうちょい、ちょっとだけ時間が、誰かやりたい選手ありますか。あ、プラチナちゃんありがとう、はい目力言ってる、目力、目力といえばね、はい、村林樹選手、はい、ありがとうございます。汎用ね、共通テーマか、はい、汎用か、汎用テーマ、汎用です、汎用です、汎用の上から2番目ですね、バスカットオーバーセーブの選手名のとこが樹、うん、はい、はい、樹になります。樹コールです。多分一番ね、シンプルなものだと思うんで、はい、このカットバセに力込めていきましょう、行こう、はい、それか、
です。はい。汎用テーマです。はい。はい、じゃあですね、そろそろ、うん、お時間、ね、もうちょっと、お時間しまいましたね。はい。はい、ですね。そうなんです。何をもぞもぞしてんのさっき。そうですね。告白でもしたいの。ちょっと個人的なことなんですけど、はいはい、今シーズンの、はい、応援レクチャー会、これ私受け持たせてもらう会メインでやってましたけど、はい、今日最後でした。最終戦もちろんレクチャー会一ではあるんですけども、はい、施設応援団の方が、代わりに、はい、DH で指名打者でちょっと来ていただくことになるので、ちょっとね皆さんに今日ちょっと最後に、はい、ちょっとお礼申し上げたいなと思いまして、今シーズンねこの応援レクチャー会のお付き合いいただきまして大変ありがとうございました。久しぶりに今シーズン復活したんですけども、先導してくれたのは武者くんでした。それでも今日そしてここの試合絶対勝ちたいんで、じゃあ最後、今日ここにいる皆さんででっかいでっかい絶対勝つぞイーグルス3コールで締めたいと思います。はい、では行きます。それ絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス。スタンドでも選手たちの熱い声援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。一緒に盛り上げてくれました。いつも可愛いクラチーノちゃん、ありがとう。今日オリジナルのスカートで、ね、自分で縫ったみたいですよ。